1984年ロサンゼルスオリンピックのサッカー競技は7月29日に開幕8月11日に決勝が行われフランスが金メダルを獲得したこの大会は国際オリンピック委員会がオリンピックのサッカー競技において初めてプロフェッショナルプレイヤーの参加を認めた大会となった前回大会となるモスクワ大会では ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻に抗議して西側諸国のボイコットが相次いだが迎えたロサンゼルス大会ではその報復措置として逆に東側諸国が大会をボイコットしたサッカー競技では前回優勝のチェコスロバキア銀メダルの東ドイツ銅メダルのソビエト連邦がボイコット代わって西ドイツイタリアノルウェーがエントリーしたまたこの大会から IOC はオリンピックのサッカー競技においてプロフェッショナルプレイヤーが出場することを認めた。これは当時のオリンピックにおけるプロ解禁という潮流の一環であったが、これは国際オリンピック委員会と国際サッカー連盟の間に新しい対立を引き起こした。すなわち集客性に富んだサッカーの充実を図りたい IOC とワールドカップという大会の威厳と、 プレミアを守りたい、フィファの利害の対立である。最終的に、ロサンゼルス五輪では、モスクワ五輪と同様に、W 杯予選もしくは W 杯本大会に、出場した欧州と南米の選手は、五輪に出場できないことにした。この大会に参加した、有名選手としては、ドゥンガ、マウロガウボン、ギドブッフバルト、アンドレアス・ブレーメ、ウーベバイン、ロジェ・ミラ、フランコ・バレージ。 ダニエレ・マッサーロ、アルドセルナ、等がいる。この大会の優勝はフランスで、これは1948年のロンドン大会以来、8大会36年ぶりとなる、東欧諸国以外からの優勝国の出現となった。準優勝は、ブラジルと第二次世界大戦後の東側諸国優位の勢力図を覆した。東側諸国のボイコットにより、 これらの国のステートアーマの選手が出場できなかったことと西ヨーロッパ南米のチームにはプロの選手が加わったことでオリンピックのサッカー競技の勢力ずに大きな変化がもたらされたのだった。参加国の交代はあったものの参加国数自体は変化しなかったため参加16各国を4つのグループに分けてグループリーグを行い上位2カ国が トーナメントに進出するという方式が取られた。試合は4都市、4つのスタジアムで実施された。開始時刻は、パサデナ及びスタンフォードについては、太平洋夏時間。ボストン及びアナポリスについては、東部夏時間。各組上位2カ国が準々決勝に進出できる。グループ A ノルウェー V チリフランス V カタールノルウェー V。 フランスチリ V カタールカタール V ノルウェーチリ V フランスグループ V カナダ V イラクユーゴスラビア V カメルーンカメルーン V イラクユーゴスラビア V カナダカメルーン V カナダイラク V ユーゴスラビアグループ C 西ドイツ V モロッコブラジル V サウジアラビア西ドイツ V ブラジルモロッコ V サウジアラビアサウジアラビア V 西ドイツモロッコ V ブラジルグループ D アメリカ合衆国 V コスタリカイタリア V エジプトエジプト V コスタリカイタリア V アメリカ合衆国エジプト V アメリカ合衆国コスタリカ V イタリア準々決勝イタリア V チリフランス V エジプトブラジル V カナダユーゴスラビア V 西ドイツ準決勝フランス V ユーゴスラビアイタリア V ブラジル3位決定戦ユーゴスラビア V イタリア決勝フランス V ブラジルありがとうございます